鈴木大地、通算、2割7分3厘、1459安打、78本、554打点、OPS732、率直な感想。鈴木大地は、ロッテで安定した活躍を見せ、2018年にキャリアハイの成績を残すと、FA で楽天に移籍。昨年は成績をやや落とすも、移籍後も離脱なく、活躍を見せている。どんな印象？思った以上にようやってた。もうすぐ1500本安打やんけ。楽天でならあと5年はやれるか、ワンチャン2000本いけそうなのくさ。地味に2桁本塁打3回、出塁率が3割3分から3割5分ぐらいの間で安定してる、木梨球が多い、通算122。ファン間でロッテファンに残留コールを煽って大地、大地、させてからの翌日、FA はさすがに草だった。おもろすぎるやろ。怪我しないからいたら便利やけど、ファーストかサードじゃね。セカンドで、この成績なら価値はあると思うが。通算支給歴代12位。なお離脱は、ルーキーの時のインフルと、今回のコロナのミクサ。2割5分、5本程度の打者になってしまったから、現状の 1.4 億は高い。